こんにちは、アミクールの高橋と牧です、はい。ご紹介し続けてるマクセリーシリーズの、はい、ちょっとスペシャルスペシャルヘアをね、はい、2話、はい、2話、いや2種類なんですけど2話に渡るかなと思ってね、はい、はい、お二つ紹介したいと思います。まずは、マクセリーマックス、マクセリーマスク。マスク。はい。皆さん、こういうね、シートマスクは、うん、この中にシートマスクが入ってます。はい、こう使われてる方、結構ね、うん、いらっしゃるかもしれないんですけど、要はこのシートマスクの素材、うん、シートの素材が、特殊な、これは素材なんですけど、うん、医療分野でも採用されているバイオセルロース。そこに幹細胞を含めたたくさんの美容液がたっぷりこう、うん、もうひたひたに浸ってます。なので普通のあのシートマスクと違うのは、うん、普通のシートマスクはお顔にのせた途端、うん、もう本当にこう乾くのが早いんですよね。うん、濡れてても、うん、でこの素材っていうのがお肌に吸収も良くて、要はね、やけどとか、うん、やけどで人工皮膚や人工血管にこう使用される、うん、そういう素材なので、うん、美容成分を皮膚にちゃんと届けて逃しにくいという、うん、そういう、はい、うん、素晴らしい性質のシートマスクになってございます、うん、まあ、実際乗っけてみると本当に、はい、なんていう、吸着するというかね、うんうん、そうですね、ピタッてで本当にいつまでも乾かないんで、うん、もう剥がしたくないマスク、うん、なんか紙っていう感じはしないですよね。紙じゃなくて全然、うん、もう全然違います。本当に本当に、うん、ですです、はい、うん、でちゃんとまぶたにもパタってこうね、こうペタってこう貼れるように、うん、普通はこう丸くくり抜いてあるところが多いんですけど、あ、そうですよね、うん、ペタってこう貼れるように、うん、そういう構造になってます、はい、でそのバイオセルロース自体がこう2枚のね、不織布みたいなのでこう包まれて挟まれてるんですけど、うん、もうその下にもたくさんの美容液がいっぱい残りますから、うん、うん、残った分はマスクを終えた後あとにまた、ね、また入れ込んでいただけたらいいかなと思いますけど、うん、すごくいいです、はい、すごくいいです。本当になんかこう皮膚再生って感じで、うん、うん、上がるしね、お顔も、上がる、潤う、うん、はい、うん、なので、うん、超おすすめです、ね、旅行とか行く時にもこのままね持っていけるのがいいですね。一枚一枚こうやって、うん、うん、そうね、はい、うん、なってます、はい、はい、うん、よかったらお試しください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。